ヘッス・ミゲル・フローレスは、ベネズエラ出身のプロ野球選手。宇トを右打ち。現在は、フリーエージェント。2002年3月12日に、ニューヨーク・メッツと契約。2006年12月に、ルール5ドラフトで、ワシントン・ナショナルズに移籍。2007年4月4日にメジャーデビュー。シーズンを通して、正ホッシュのブライアン・シュナイダーのバックアップとして79試合で、 プレイし、打率。244.4本類が25打点をマーク。先発マスクをかぶった時の勝率は5割だった。2012年11月30日に FA となった。2013年1月15日にロサンゼルス・ドジャースと契約したが5月23日に放出された。6月4日にタンパベイ・レイズとマイナー契約を結んだ。月日に FA となった。2014年3月2日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2015年1月30日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結ぶが4月3日に自由契約となる。29日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結ぶ。7月18日に解雇となる。オフはベネズエラのウィンターリーグでプレー 2017年3月に開催された第4回 WBC には当初、ベネズエラ代表ブルペンキャッチャーとして帯同していたが、サルバドールペレスが負傷したため、急遽代表入りした。ありがとうございます。